木村松次郎9月11日から1950年1月24日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。奈良県出身。1915年5月25日、陸軍士官学校を卒業。同年12月25日、不評少尉に任官し不評第31連隊付となる。1926年12月7日。 陸軍大学校を優等で卒業。アメリカ駐在などを経て、1935年3月、参謀本部院兼陸大教官となり、1937年11月、不評大佐に昇進。1938年7月、不評第57連隊長に就任。1939年9月、ノモンハン事件後に、 第23師団参謀長となり師団再建に尽力。1940年8月、ルス第7師団司令部付けに発令。同年12月2日、陸軍少将に進級し、北部軍参謀長に着任し太平洋戦争を迎えた。1943年2月11日、北方軍参謀長に転じ、同年8月、同軍情報部長を兼務。 1944年3月1日、陸軍中将に進み、同月10日、第5方面軍参謀長に就任。同年12月26日、第4師団長に親保され、スマトラ島に赴任。ビルマ方面の選挙区悪化に伴い、第15軍令下となり、タイのランパンに進出したが、同地で終戦を迎えた。ありがとうございます。